5月17日火曜日、阿劇にあるチャレンジショップ稲子根で親子で楽しめるワークショップが開かれました。これは子育てネットワーク稲子根が毎月17日を稲子根の日としてさまざまなイベントを開催していこうというもので、初回となったこの日は2つの体験がありました。粉砂糖と卵白を混ぜたアイシングクリームでクッキーの表面をデコレーションするアイシングクッキー作りでは、講師の川瀬智子さんから縁取りの際はクリームを少し浮かせて絞り出していくことなど上手に作るコツが伝えられ、皆さんイメージを膨らませながら楽しんでいました。好みの色のクリームで塗り絵のように表面ができたら、トッピングシュガーを慎重に飾り付けて完成です。そしてベンガラ染め体験もありました。講師は新井ひとみさん。土に含まれる酸化鉄を利用して作られた天然の染料を使うベンガラ染めは、体に無害なところが魅力と説明があり、参加者はビー玉やゴムなどを使って世界に一つしかない手ぬぐいを作っていきました。体験した人は、最後までどんな模様になるかわからないので童心に帰ってワクワクしながら楽しめましたと話し、染め上がった作品の優しい色合いに感動している様子でした。稲子根の代表服部純子さんは、今後も手作り作家さんとお客さんとのつながりを大切にしながら、幅広い世代の人が気軽に集まってこの場所をぬくもりあふれる空間にしていきたいですと話していました。